皇太の刻限などとうに過ぎておるというに、誰も来ぬではないか。
この国もそろそろ潮時かのう。夜に迷って敵爺様が倒れちまったら、しかし逃げるにしても財布
一心様、天狗がまた現れぬか、エマは案じておりますよ。エマよ。はい。源一郎がいずれ現れるじゃろう。伏切りのもう一振り、それを使うためにな。アシナを守るためならば、己のすべてを投げ打たれ。ああ、我が孫ながらじゃが、苦労の血を使わせ、刃を震えるのもあと幾たびか。その時まで、あのお方がいます。セキロか。仏頂面だが、どこあやつはじっ。お主か。ジジイはここにいろと、エマ。一心様は私が目を離すとすぐにどこかへ。まったく困ったものです。ではまた。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。この袋は
巫女様の尊いその恩知、お守りしたいだけにございます。お主は流因に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。生きておいでだったと。はかりごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はっ。わしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。わかっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。もう神よ。参る。逆たぶりよな。
狼。ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことを。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか。はい、これでまた一つ。ああ、そうだな、狼よ。巫女様、この材料を手に入れました。おお、それが妙な形をしておるな。やはり祀られておる。そうか。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。ふん、そのようなところから腰、まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれません。かぐわしくとはそれを指しておるのやもしれぬな。狼、エマ殿に。はい。どうじゃった。不思議りならばか。そうか、不思議りならば。はい。これ狼よ。御意。狼殿、よくぞ参られました。狼殿、ほんの少し眉間のシワが、九郎様の節立ち。狼殿、ほんの眉間のシワ、九郎様の節立ち、どうか叶えて差し上げてください。ではまた。あと少しだ。もうなすべきことはなすまでだ。なすべきことをなさねば。ん？巫女様がそうおっしゃっていた。おそらく何か秘められている。そう。どうした。タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ。おそらく流飲の巫女の命とともに。何だと。このまま不思議りで九郎巫女様のお命を。はい、不死立ちこそが九郎様の望みですが、九郎様を殺さぬ道が。流飲は常ならぬ力、そのような道も。ならば狼殿、九郎様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただけませぬか。巫女様は死なせぬ。ありがとうございます。手がかりを探らねばな。はい。うん、そうか。巴殿の、狼殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝えしましょう。ああ。それからこのこと、巫女様には伏せておく。はい。
狼殿、クロウ様を殺さぬ道、その手がかりをつかみました。これを。人返り。はい、流因を断ち人に返す道がある。そのためには、以前お伝えした通り、床桜とはタケル様が戦況より持ってこられた桜です。ですが、何者かが枝を倒り、床桜はやがて枯れ、床桜の木、その木そのものが当然に。はい、ですが持ち去られた枝にそれが見つかれ、床桜の枝、父がフクロウ殿ですが、どうした。いえ、床桜があった頃のことをどうも記憶がおぼろげの、お二人の。何。床桜の後にあるタケル様と共に何か思い出せるかもしれません。そのような道しか。おい、オオカミ殿、いらしていたのです。何か思い出せたか。いいえ、あいにく。何もか。はい、思い出せずすみません。私の古い友ならば、その頃のこと何か覚えているかもしれません。あれ寺で少女と会ってきます。少女、武士殿の。口立ちをなすために、クロウ様とあの方、そのいずれかに死なねばならぬ。なぜそのような道しかないのか。だからそいつを隠すのか。だって少女、これを私が、あの人死んでしまう。いらしたのですね。武士殿からは。いいえ、これ人帰りについて。いずれかが死なねばならぬ。それはどういうことだ。聞いていたのですか。教えてくれ。私はあの日、巴殿が。なぜ自陣など。巴殿は流因の血を受けた節は。人帰りのためには
流飲の血を受けた者が。はい、その通りです。だが人帰りもならなかった。はい、不思議りがなかったためでしょう。私はクロさん、そしてあなたも失いたくはない、どの道も。何を隠している？それも聞いてしまったのです。教えてくれ。なすべきことを。巫女様と同じように。これを。これは鈴か。きっとフクロウ殿の亡骸からこぼ。フクロウ殿とあなたはそれを備えればまたこ。備えてみよう。どういった記憶かは分かりません。ですがそれはフクロウ殿が持っていたもの。どうか。クロウ様はずっと流飲の巫女であることに、そこから解き放たれ、ただ人として生きていただきたい。それを願うば。狼殿、ではまた。まことの狼ならば、己の牙の使い道はそうした顔に。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。